鍋でご飯を炊いてみましょう。鍋に米と水を入れ、全体をさっと混ぜ、30分ほど浸水させる。中火で火にかけ、沸騰したら弱火にして10分加熱する。強火で10秒加熱したら火を止め、蓋をしたまま10分蒸らす。とっても上手に炊けました。もしもの時に役立てるには、一度お家で作ってみることをおすすめします。このチャンネルではいつももしも簡単に美味しく作れるレシピをご紹介していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。